メンフィスの戦い、メンフィスの戦い、メンフィスの戦い、A、バトルオブメンフィス、または、第一次メンフィスの戦いは、南北戦争中1862年6月6日に、テネシー州メンフィス市すぐ上流のミシシッピ川で行われ水上戦である。戦闘の様子は、メンフィス市民の多くに目撃された。結果は、南軍の大敗となり、ミシシッピ川における、 南軍の水上戦力は事実上消滅した。この一方的な結果にもかかわらず、北軍はその戦略的意義を把握できなかった。歴史的に重要なことの一つとして、軍事経験のなかった市民が戦闘において、感染式を認められたことでは、最後の機会になったことである。アメリカ海軍における、職業意識の発展には一つの節目となっている。守る、側の南軍は、 艦船の数では攻める北軍とほとんど同じであり、8隻の艦船が9隻の北軍砲艦と昇格艦と対抗したが、南軍の戦闘能力ははるかに劣っていた。各艦船は、砲艦の装甲に対しては、無効な昇降系の大砲を1門か2門、備えているだけだった。主要な武器といえば、 その補強された選手であり、敵艦に対して昇格攻撃を行うことが意図されていた。南軍の昇格艦は敵の砲弾に対する防御力で特徴ある装備があった。機関や他の室内空間は重い木材の二重隔壁で守られており、外面は鉄道用レールの層で覆われていた。二重隔壁の間の隙間は二十二インチあり、面が充填されていた。面は 装甲としては、ほとんど重要性のないものだったが、大衆の注目を引き、面装甲と呼ばれることになった。戦争の後半、艦船の乗組員は露出した部分に置かれた綿の樽で消火器の弾を防ぐことがあり、これらの艦船も面装甲と呼ばれた。しかし、それらは当初の分類とは異なるものだった。北軍の船体は五隻の砲艦であり、 そのうち四隻は建造者であるジェームズ・ブキャナン・イーズの名を取ってイーズ法官と反抗式に呼ばれていたが、通常は設計者のサミュエル・エイチ・プークの名を取り、さらに奇妙な外観のゆえにプークのカメと呼ばれた。五番目の法官は機関のアセス・ベントンであり、やはりイーズの造船所で建造されたが、商船から転換されたものだった。これらの砲艦には13内市16門の大砲が、 搭載されていた。他の四隻は昇格艦であり、主艦たちが携行する昇格機以外特に武装はなかった。昇格艦はすべて文民の川船から転換されたものであり、設計も共通のものはなかった。両軍ともに欠陥のある指揮系統で戦闘に入った。北軍の砲艦は西部砲艦戦隊のものであり、海軍将艦。 チャールズ・ヘンリー・デイビスが直接指揮し、西部陸軍の指揮官であるヘンリー・ハレック賞に仕えていた。つまり法官はアメリカ陸軍の一部であり、その士官たちは海軍から来ていた。昇格艦はチャールズ・エレト・ジュニアが指揮しており、陸軍長官のエドウィン・スタントンに直接仕えていた。このために、北軍の戦隊は2つの独立した指揮系統があり、 ワシントン DC の外では共通の指揮系統の下にはなかった。南軍の指揮系統はもっと悪かった。面相交換はニューオーリンズで捕獲され、都市を守るために転換されていた川蒸気船14隻のほぼ半分だった。川防衛船隊と呼ばれ、南軍の川支配が北とメキシコ湾の両方から脅威を受けるようになった時に2体に分けられた。6隻は 下流のニューオーリンズに留め置かれ、デビット・ファラガットの船体に対抗し、八隻はメンフィスまで遡り、北軍が川を下ることを防いでいた。メンフィスはニューオーリンズの盾と考えられたので、これら八隻を遠く北方まで派遣することは当初の目的にかなっていた。北部、メンフィス船体は全て文民生活で、川船の船長をしていたジェームズ・イ、e、ーモンゴ・メリーが指揮した。 他の官邸もモンゴメリーが選んだ元商用化は船の船長たちが指揮しており、皆軍事経験はなかった。いざ行動に移った時は、モンゴメリーの統率が終わり、昇格艦は独立して操船された。この指揮系統の無意味さはすぐに陸軍の者たちに認識されたが、その抗議は無視された。さらに船長たちは自分たちで大砲の操作法を学ぼうとはせず、 乗組委員にそれをさせようともしなかったので、奉仕たちは南軍の陸軍から引っ張って来なければならなかった。奉仕たちは乗組委員と一体にはならなかったが、陸軍士官の命令に従ったままだった。コリンスの包囲戦で北軍が勝利した結果、メンフィスと南軍の東部とをつなぐ鉄道が遮断され、メンフィス市の戦略的重要度は著しく下がった。そのため、 6月初めには、メンフィスとその近くの砦を、南軍は放棄した。守備隊の大半は、ビックスバーグなどよその部隊に合流するために送られて、しまい、わずかな後衛部隊だけが抵抗の印として、残地された。川防衛戦隊も、ビックスバーグまで交代することになっていたが、メンフィスでは十分な石炭を得られなかった。6月6日に、北軍の戦隊が現れた時、 モンゴメリーと船長たちは逃げることもできず、戦うか船を沈めるかの決断を迫られた。彼らは戦うことを選び、早朝に出航して前進してくる船体とその背後に行ってくる昇格艦に向かった。戦闘は長射程の砲撃の応酬から開始され、北軍の砲艦は川を横切るように戦列を敷き、戦備の大砲を向かってくる面相交換に向けて発砲した。 四隻の昇格艦のうち二隻は、砲艦の戦列より前に出て敵戦に昇格攻撃を行うか、他の方法で進路を妨害した。他の昇格艦は命令を誤解しており、全く戦闘に加わらなかった。北軍の昇格艦と砲艦はその動きを強調させてはおらず、南軍の艦艇は独立して操船していたので、戦闘は間もなく乱戦になった。 北軍昇格艦の機関クイーン・オブ・ザ・ウェストが真っ先に南軍カーネル・ラベルの昇格攻撃で損害を受けた。クイーン・オブ・ザ・ウェストはさらに一隻以上の面相交換によって次々と核攻撃を受けた。エレト大佐がこの時拳銃で撃たれて膝を負傷し、これが北軍側では唯一の人的損失になった病院に収容されたエレトはマシンに感染した。 この子供の病気は戦争中に約5000名の兵士の命を奪っていた。この病気と傷による衰弱が重なり、容体は深刻な状況になり、エレトは6月21日に死んだ。この後の戦闘の経過は、荘園のために曖昧である。目撃者の証言もあるが、通常よりかなり矛盾が多い。確かなことは、戦闘が終わった時に一石を除いて、 全て面相交換が破壊されるか捕獲されてを、北軍は、クイーン・オブ・ザ・ウェスト一隻だけが、航行不能になっていた。南軍では、唯一ジェネラル・アル・バンドーンだけが逃亡し、ビックスバーグのすぐ北にある、ヤズー側の防地点まで逃げた。南軍の人的損失は信憑性のある推計が、できていない。メンフィスの戦いは、後の相交艦アーカンソーの出現を除けば、 ビックスバーグまでミシシッピ川を下る北軍に対して最後の抵抗だった。この川はすでにファラガットの艦艇に包囲されていたビックスバーグ市まで北軍に解放されたが、北軍指揮系統はその半年近く後までこの事実の戦略的重大さを理解できなかった。ユリシーズ・グラント指揮下の北軍陸軍は11月まで川の解放を完了させようとはしなかった。 メンフィスさらにその前のニューオーリンズの戦いの両方での川防衛戦隊のお粗末な行動で、水上戦は軍事的規律に従う訓練された専門家が指揮しなければならないということが最終的に示され、エレトの昇格艦船隊は北軍でその後も働いたが、それが意図された形で戦闘に加わる機会は来なかった。これら艦染はまもなく水陸共同襲撃用に転換され、 エレト大佐の兄弟であるアルフレッド・ W ・エレト中佐、後に順将の率いるミシシッピ海兵旅団となったアメリカ海兵隊とは関連なし、専門性に対する需要の高まりは、死略戦の排除にもつながった。ただし川防衛戦隊は、文字通りの意味で死略戦ではなかった。この戦闘は、訓戒的な物語を残し、まず意識系統の悪効果を示すことになった。 これは単一の艦船の戦闘を除き、南北戦争では二つしかない純粋の水上戦の一つであり、一番近い航海からは500マイルも離れたところで起こったということは興味深い。もう一つの水上戦はやはり、ミシシッピ川でのプラムポイントベンドの戦いだった。メンフィスでは1864年4月にもう一つの戦いである、第二次メンフィスの戦いが起こり、 南軍レーサン・ッドフォード・フォレスト将軍が自分の故郷であるメンフィスを夜間に騎兵襲撃を行った。これはメンフィスで囚われている南軍捕虜を逃がすこととそこで宿営していた北軍将軍を捕まえることを目的としていた。この襲撃はどちらの目的も果たせなかったが北軍をしてその地域をより慎重に守らせることを強いるようになった。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。